松丸信久は、日本の政治家。茨城県森谷市長。森谷町議と森谷市議を通算後期務めた。茨城県北相馬郡大野村大技の木崎に生まれる。森谷町立大の小学校、千葉県立東葛飾高等学校、同志社大学経済学部卒業。衆議院議員秘書を経て、2000年の森谷町議会議員選挙で初当選。 2002年2月2日、森谷町は、市政志向し、森谷市となる。2012年から4年間、市議会議長を務める。2016年1月31日に行われた、市議選で5回目の当選。同年11月20日に行われた森谷市長選挙に出馬。元県議の梶岡博紀ら参候補を破り初当選を果たした。12月6日、市長就任。 選挙の結果は以下の通り。当日有権者数52,425人、最終投票率 50.41%2020 年11月8日に行われた同選挙で家庭教師のおの務を破り再選。当日有権者数55,007人最終、投票率31.65%、 森屋市議会基本条例の制定2014年3月1日に施行。市民の信託に応える議会の実現を図り、市民福祉の向上及び、市政の発展に寄与することを目的。市議会の基本理念、基本方針を定め、市民との関係や、市長などの執行機関との関係を明らかにすると、共に市議会が果たすべき役割と議員の責務を踏まえ、 市議会のあるべき姿や進むべき方向について定められた。2014年議会運営委員会で松丸は森谷市の独自性、森谷市議会の自立性として実地を大前提とした基本条例があり、それに付随するような形で他の条例があるというような法体系が新しい議会のあり方だろうと語る。森谷市の人口松丸が森谷市長就任翌年、 2017年、日経 BP 総研が運営するウェブサイト、新、公民連携最前線による、調査、シティブランドランキング、住みよい町2017において、ビジネスパーソンが住みよい町の総合ランキングで1位となる。松丸就任時65,679人だった。人口は2020年7月時点で68,541人と、増加している。 森谷市の人口は下降傾向であったが、2005年、つくばエクスプレス開業後増加傾向となり、現在まで増加し続けている。森谷市長の政治倫理市長就任直後の定例議会にて、松丸自ら市民に向けて透明性を確保するような政治倫理基準を作らなければいけない。市長には厳しい倫理基準を盛り込んだ倫理条例を制定したいと話す。 2018年5月に森屋市長等の政治倫理に関する条例を交付、施行。森屋市長の政治倫理基準について20項目、定める。ふるさとの税勢2016年市長就任時のふるさと、作り寄付金は6億1611万円で、あったが2018年決済では11億5925万円と約1.9倍となる。 ふるさと納税の件数は2018年度22,056件であった。2017年度には小中学校 ICT 環境整備事業へ活用。2018年度は森谷市立小学校の児童に辞書配布費用として活用した。森谷市の教育支援教育カリキュラムの改定2020年の学習指導要領改定における外国語の授業時間確保のため、 カリキュラムを改定した。森屋市立小中学校で全校規制の導入を行った。始業式、就業式が減ることで授業に充てられるが6巻、増える。エアコン完備の上、夏休み最終週から授業を開始するなどし、平日の授業料を抑制し、負担の平準化を図った。学校教育改革プラン自全体の学校教育水準を向上させるために、 2020年より本格的にスタートするとした。森屋型カリキュラムマネジメントでの働き方改革森屋市いじめ対策本部の設置プログラミング教育の先取り中央図書館との連携による学校図書館の充実。森屋市のインフラ整備見栄バスの導入2017年2月1日より、森屋市ではスマートフォンにバスの運行情報を示すアプリ、見栄バスを全国で 初めて導入した。松丸は通勤通学バス需要は高まっていると語る。水道料金の値下げ2019年10月に行われた消費増税に伴い2%の増税負担相当分を値下げを行った。市民への還元は年間5000万円と見込まれる。平均的な一生帯あたりでは年間で300円程度安くなるとされる。人口増加に伴う 上下水道事業の黒字化により実現された。町づくり協議会の設立行政は持続可能な町づくりを進める必要があると語った。地域主導、住民主導の町づくりを目指し、2020年4月時点、市内旧地区に町づくり協議会を設立した。ありがとうございます。